はい。こ、うんにちは。なあ、たかおです。今回は結構ですね、ちょっとこう、なんだろう、対象、対象の人が絞られてるので、もう自分はそうじゃないよっていう風うに分かった瞬間にもうこの動画は閉じてほしいんですけど、KDDI の契約者、KDDIAU の契約者の方で、SIM フリーで iPhone を買おうと思ってる方、 に対しての、まあ、注意点ですね。ま、あだからその、ドコモソフトバンク、もしくは MVNO の人たち、とりあえず、とりあえず、はい、これは見なくて大丈夫です。今回は、まあ、その方々にも、まあ、言ってね、今回ちょっと、やんなきゃいけないことっていうのは出てきてるみたいですが、とりあえず、KDDI ですよ。KDDI の契約者の方で、シムフリーで iPhone を買おうとしてる方。これね、あの、 シムを交換する手間が間に入るので、なんかもう、パッと買って、もうその場でも SIM 入れ替えて次買おうっていう風に思ってる方は、ちょっとそうはならないので、注意が必要よっていうことですよ。よ SIM 交換しなければなりません。えっと、具体的にはですね、今回ですね、iPhone 自体が 5G に対応してますと。ね。そうなってるその iPhone に、 KDDI の 4G、4GSIM です。うん。これを挿すと、挿しても、あの、つながんない。通信できないよ。結果的にアクティベーションもできません。っていうことです。結果的にはですね、KDDI の方で SIM の更新してもらわなければなりません。 実際にこれはですね、その iPhone の、Apple のその iPhone のページにもですね、注意書きで記載されていて、まあ iPhone 12をね、まあ使う場合において、KDDI の契約者の方は SIM を交換する必要がありますっていうふうに書いてあります。いつものこれまでの iPhone の通りに、全然そこら辺、何も考えずにね、買おうとしていた方はね、これちょっと、 一旦確認した方がいいかなっていうふうに思います。で、この問題に関してはですね、まあ、あの、結構その有名な、その IT メディアとかも指摘はしていて、ま、あ、なんか個別で KDDA に問い合わせていて、その結果を言っていて、まあ、こう、でもこうなるから安心よみたいなことも言われてるんです。それがね、えっとね、まあ、その遠隔で 4G の SIM を更新してくれるようなので、 えー、まあ、とりあえず問い合わせをすれば安心だと、更新されるんだっていうふうな案内をしてるんですけど、これね、多分問い合わせるところによって変わってますね。具体的には、まだその遠隔でその SIM を 4G から 5G にする。まあ、あのー、記憶に新しいのは、えっと、楽天ですよね。先日楽天が 5G のその契約発表、 プラン発表をしたときに、まあもうその日のうちに、5G シムに、もう俺もそうですし、持ってる方はもうその場でね、まあ、ポチポチポチってやって、5G 開放ってできたと。いうのが記憶に新しいと思うんですけど、で、KDDI の方も当然だからそういうことができますような、できますよみたいなことが、えっと、要は老舗メディアの方で言われてるんですが、実際にはですね、まだ、 まだそれは現実はできないっていうことみたいなんですよ。それをやる予定はある。そうしようと思ってます。が、実際にはまだできません。っていうことみたいで、えっと、早く確実に、まあ、あシムの更新をしたいという場合には、もう実店舗に行って交換をする。 っていうこと、またはその 5G のプランもそこで説明を受けながらしっかりと契約をする、契約更新をするっていうことをする方が確実だって話なんですね。うん、うん。ちょっとこれだからね、k l リア i ユーザーは手間だと思いますよ。えー、だからもう、これね、まあ、ぶっちゃけそのアクティベーションができ、できればさ、もう、まあ後からでもいいかなっていうふうに思っちゃうけど、これ実際問題、アクティベーションもできなくなっちゃうんで、 ここですよね <laughs>、えー。めんどくせえなっていう感じはしますけど。まあ、これはですね、その iPhone のね、ページをね、じっくりしっかりと見ていた方はもちろんそうですし、まあそういうこう、SIM 関係とか、この通信に関する更新とかを踏まえてね、いろんなところ、まあ情報をね、しっかりとこう、整理して頭の中に把握していた方にとっては、 まあそりゃそうよねっていうことだとは思いますけども。まあ、そんな人ばかりじゃないから。ね。で、特に今回は SIM フリーの iPhone が一番安いわけですよ。ね。Apple で直で買っちゃった方が安いわけですよ。ね。うん。で、それ考えると、今回、まあその Apple Store、 もしくはそのオンラインでかね、活用して、その買っちゃおうって。で、自分でシム入れ替えて、それでケ、OK、ーだっていうふうに思ってた方もいると思うんでね。まあ、ちょっとその、そこからさらに狭めて KDDI ユーザーということになりますけども、いま一度ですね、KDDI 契約者の方は確認した方がいいと思います。もうすでに 5G の契約をしてるとかって言った場合には関係ないと思うけど、とりあえず今回シムフリーの iPhone に あの、4G 契約の KDDI の SIM を挿しても、アクティベーションはそのままではできませんということですから、注意して。ね。あの、もうス、スムーズにその iPhone を使えるようにね。うん。ちょっとね、自分の中でこの、もう一回計画を練り直して。ね。あの、午前中だけでいけるかなと。<laughs> 午前中、ね。朝ね、午前中、家にこの iPhone がね。 え、その、届いて、アクティベーションして、それをしてから出社するっていう計画を立てていった方、もしかしたら全休にした方がいいかもしれない、というところです。だって SIM の交換が必要なんだから。ね。もしかしたらそうなっちゃうかもしれないよ、というところでした。まあ、あの、実際には、そのスマートフォンも取り替えるのでね。 一日有給取るなんて、そんなことをする大人はあんまりいないと思いますけども、えー、今一度ですね、ご自身の契約を確認してみてください。ということで、また見てな。バイバイ。